何かと慌ただしく、ストレスに満ちた毎日を送っているあなた、たまにはそんな悩みをすべてきれいに忘れてみませんか。ゆっくりと目を閉じれば、そこには悟りの世界が待っている。瞑想とは、私たちの心の奥深いところへ導いてくれるもの。同時にリラックスできたり、集中力が増したり、自律神経が整ったりと、様々な効果が得られることも分かっています。更年期障害の軽減や認知症予防、ダイエットなどに関心のある方は、それらの悩みをきっかけに始めてみてはいかがでしょうか。そう、話すのは40年以上ヨガ研究を続ける辰村ヨガ研究所所長の辰村治さん。辰村さんが全国で主催する瞑想講座は、ヨガ講座と並ぶ人気を博しているという。瞑想には様々種類があり、動く瞑想とも言えるヨガもその一つ。体が硬いからヨガはちょっとという方もご心配なく。座ったまま呼吸を使って行う方法や、言葉を唱えるだけのものもあります。何歳になっても瞑想を始めるのに決して遅いということはありませんし、特別な準備や道具も必要ありません。まずはいろいろな瞑想を試して、ご自身に合うものを探してみましょう。辰村さん、そこで本識者が瞑想に挑戦。真言宗に伝わるアジカン瞑想を体験できると聞いてやってきたのは、東京都墨田区にある正福寺。まずは瞑想に入る前に、副住職の磯山正邦さんからアジカンについての説明を受ける。アジカンはアジカンのご本尊を前に行う瞑想です。あの字は真言宗で全ての根源と考える大日如来を表したもの。仏様と一体になって、その心を感じることが目的です。細かい作法はありますが、その都度声をかけますので、すべて覚えようとせず、リラックスして行ってみてください。瞑想に入る前に、本堂でお経をあげ、徐々に神聖な気持ちになってくる。心の準備が整ったところで、目を閉じて合掌。いよいよ瞑想に。阿字観のご本尊が描かれたパネルには、梵字の阿が月輪に収まっている。本堂の一隅に据えられた阿字観のご本尊を前に足を組んで座ると、それだけで背筋が伸びる気持ちに。磯山さんの声に従い、半眼でご本尊を見つめ、そのイメージを自身の中に思い浮かべる。静かなお経を BGM に深い呼吸を繰り返すうち、心が現実から離れていくのを感じる。途中、雑念が湧いてきたら、落ち着いてあの字のイメージにもう一度集中する。この時間およそ15分、仏様と一体になれたかはわからないけれど、心の中でぐるぐるしていた雑念が飛んですっきりしたのは間違いない。初めての阿字観だが、お寺という神聖な空間のパワーを得てうまく集中できたのかも。お寺で瞑想、おすすめです。